ネタがこれしかない。そっか、もうこれ以上無理か。じゃあ、キャロル・キングさんじゃないデイブ・メイソンが歌ってた、明日もまた僕のこと好きでいてくれるかいって最近女房に言いたいよね。切実な問題だったりして、朝起きたらいなくなってたりして。Still love me.
はしばらく休みいただきまして。